ちぼち時間だ。それで計画の準備はできているんだろうな。えらいこと聞いちまった。あの執事はキャプテンクロー、カヤの財産をずっと狙ってやがったんだ。夜明けとともに村を襲え、村の民家も適度に襲い、あくまで事故を装い、カヤお嬢様を殺すんだ。聞いた通りだ、ウソップ君。君が何を聞こうとも私の計画に影響はない。クソ、みんな大変だ。海賊が攻めてくるぞ。またか、あのホラ吹き坊主。今日という今日は許さんぞ。信じてくれよ。本当にみんな殺されちまうんだ。こっち構えろ。くそ、俺は嘘つきだからよ。花から信じてもらえるわけなかったんだ。でも事実は事実、海賊は本当に来ちゃうんでしょ。間違いなくやってくる。でもみんなは嘘だと思ってる。明日もいつも通り平和な一日が来ると思ってる。だから俺はこの海岸で海賊どもを迎え撃ち、この一件を嘘にする。それが嘘つきとして俺の通すべき筋ってもんだ。こんなわけもわからねえうちにみんなを殺されてたまるかよ。とんだお人よしだぜ。よし、俺たちも加勢する。言っとくけど、宝は全部あたしのものよ。お前ら。俺の名はキャプテンウソップ。死にたくなきゃさっさと引き返せ。あんなガキは踏み潰せ。ブラヤツブラ。奴は北から攻めてきたみてえだな。村には誰一人言わせねえぞ。敵は北だな。よし、行くぞ。船の宝が心配だわ。急がなきゃ。やっと離して曲がり。北へまっすぐ。曲がり。お前ら誰だ。一刀流居合師匠。なんで見つかったんだ。仕方ねえ。やつら、
船の中に宝を見つけたぞ。いや、500万ベリーはありそうだぜ。私の宝に手を出すんじゃないわよ。準備は万端だ。あとは奴らを誘い込めば。おーい、野郎ども、こっちが村への近道みてえだぞ。どうに、予定の時間は過ぎてるってのに。キャプテンクロー、なかなか計画が進まねえと思ったら、なんだこのざまは。もう少し待ってやる。それでこの場を片付けられねえようなら、てめえら一人残らず俺の手で殺してやる。うん、ヒョウ、ヤロウども、村へ急げ。このままじゃキャプテンクロに殺されちまう。ヒョウ、ヤロウども、こうしちゃいられねえ。別の道にもバリケードを作らねえと。残らずぶっ飛ばしてやる。よし、ここのバリケードは完成だ。次はあそこだな。
化しのよ。一ベリーたりともあげないわ。計画の邪魔をしやがって。時間だ。全員消してやる。かっこ悪い海賊団だな。お前がキャプテンで、たとえ何百人部下を従えようとウソップには勝てねえ。面白いことを言いやがる。何が勝てねえのか言ってみろ。器だよ。お前は本物の海賊を知らねえんだ。侮辱されたもんだ。ならば教えてやる。幾度となく視線を超えた海賊の恐ろしさを。あの構え、シャクシだ。シャクシを使う気だ。シャクシ。やめてください。無駄だ。これは抜き足での無差別攻撃。ブラスで本人も何切ってるか分かっていねえんだ。出てこい羊。お前は仲間を何だと思ってるんだ。三刀流
ペンクロやめてくれ。ダメだ、さっさと計画を成功させるしか俺たちが助かる道はねえ。一丁チンダバー、ロフミあげてろ。一丁特別な罠を仕掛けに行く。その間敵を近づけないでくれ。三刀流奥義三世界。この感覚は、もうキャプテンコロには通じねえ。どうせ殺されるなら海賊の血を引いている誇りにかけて無様な戦いができるか。望むの必殺特大ホンドフォー。俺は村を守りに行くからここは頼んだぞ。とりあえず、あたしのやれることはやったわ。あとは任せる。この作戦が成功すれば、皆は守れる。頼んだぞ。臆病者に何ができる。今だ。小賢しい真似を。やったぞ。でも、ちくしょう。もう体が動かねえよ。笑わせてくれる。まあ
そこで倒れた方が安全だろうよ。立ち上がったところで所詮俺たちにはかなわねえんだ。かなわなくったって守るんだ。カヤも村のみんなも俺が守る。ん？お前らを通すわけにはいかねえ。俺はいつも通り嘘をついただけなんだから。村ではいつも通りの一日が始まるだけなんだから。俺のは勇敢な海の戦士になる男だ。村の者には指一本触れさせねえ。どいつもこいつも黙って切られてりゃいいもの。前みたいな男には絶対に俺はならねえ。ならないんじゃねえ、なれねえんだ。てめえごときにはな。よそ者のお前がなぜこの村のことに首を突っ込む。死なせたくない男がこの村にいるからだ。ゴムゴムの殺特大オンドフォー。黙って切られてりゃいいものを。させるか。くそ、離れろ貴様。これでお前の3年の計画も完全に失敗だ。なんだと。その後もの俺の計画は絶対にかなわない。名前を捨てて海から逃げるような海賊に俺が負けるか。俺はモンキー・ディ・ルフィ、海賊王になる男だ。海賊クロを倒したルフィたちは村を救ったお礼としてカヤから船を送られた。この村を出て本物の海賊になるんだ。元気でな。またどっかで会おう。なんで？あ、なんでって愛想のねえ野郎だな。これから同じ海賊やるんだから、そのうち海で会ったり。何言ってんだよ、早く乗れよ。え、俺たちもう仲間だろ。